皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、井上さゆりです。私は今朗読劇の稽古に向かっている最中でございます。リスナーたちの星空という朗読劇をやらせていただくんですけど、コロナ禍で銀ちゃんが行くという塚浩平さんの作品をやった時に、朗読劇のようなほぼ芝居みたいなのは一回やったんですけど、きちんと朗読劇に向き合うのは今回の作品が初めてなので、どんな感じになるのかすごくドキドキワクワクしております。ちょっとだけ、ちょっとどんな感じかだけ、頭だけ、はい。これまだカンパケの音源じゃないんですけど、僕の目に映る風景と君の目に映る風景、一応井上さんはこっち側、はい、で矢崎さんがこっち側なんで、上下に分かれて、そのきっかけで出てきていただいて、まあ、自分で段取りしてもらう。で、まあ、例えば、まあ、水飲んだりしてもいいですし、一番最初だけその曲が流れてる段階で座ったらラジオだけ一回手に取ってほしいんですよ。言ってみますけど、なのでちょっと上下に分かれてもらう、はい、井上さんこちらで、はい、いつも空は知らんふりで、でここからはい、こうお願いします。点と点を結んでは君のこと、座ったら落ち着いたらラジオを手に取ってもらって、いいです。でチューニングをするとこうなります。でこれになったら置いてもらって大丈夫です。とにかく復活嬉しいです。母も喜んでます。ああ忘れてました、ブエノスノーチェス。匿名希望、ブエノスノーチェス、ノーチェス浜に信じられない気持ちです。高校生の頃毎週欠かさず聞いてました。まさかまさかまた聞けるなんて。とにかく浜にお帰り。この番組には思いがありすぎて。ラジオネーム七転び七起き。ただ一個ルールとして顔は見せたいんです。顔は見せたいけど覚えてない稽古見せられてるみたいな感じにどうしてもなるんで、スラッと言えてても常にこう一応本読んでる体の方が逆に落ち着いて見れると思うんで、それだけちょっとルール化してもらっていいですか。はい、はがき職人たちの物語でもあるんですけど、私自身もはがき職人だったし、なんかラジオ大好きだったんで、当時の感覚を思い出して、ちっちゃいラジオでイヤホンでこう一人で聞いてたけど、その離れてる見えないところで電波でいろんな人とつながってる感覚がすごい好きだったんですよ。その感覚がすごい脚本の中に表現されてるから、なんかあったかい気持ちになって、なんかそういう感覚を大事にしたいなって最初は思いました。でもなんかあんま作らないようにしようと思ってて、なんか私の中で一番いつも大事にしてるのは、初めて読んだ時のファーストなんて言ったインプレッションを大事にしておきたいんですよ。お客さんってそうじゃないですか。その人が初めて見た時に何を感じるかっていうのを大事にしたいなと思ってるから、なんかこう作り込む見すぎると初見の人に分からない芝居になっちゃいそうだなと思って、もうちょっとなんか単純で繊細なものをやりたいので、なんかあんまりこういろいろやりすぎたくなくて、音読を練習するっていう感じでした。家でやるのは作り込みっていうよりかで、やっぱ現場に来て皆さんとこう会話するようにやってると、なんかそこで生まれてくるもので作っていく感じ。あんまり一人で作りすぎると独りよがりの芝居になっちゃう気がするから、そうしないようにしようと思ってて、でもこういうのを大事にし
ってやりたいなって思いました。地道にライブハウスなどで歌っていたけど諦めてしまいました。スタッフの皆さんいいですか。どんどん売れて手が届かなくなるんじゃないかと心配してたぐらい勢いがありましたからカットです。二人もこんなにペンが必要な稽古だと思ってなかったと思います。すみません本当に。じゃああとは浜兄が。お疲れ様です。稽古が終わってお家に帰ってきました。いやーね、これ製本なんですけど難しかった。めちゃめちゃ難しかったです。なんか体を使わない分声だけの芝居になるけど、ここだけ口先だけで表現するのは違うと思うから、そこら辺の温度感とかニュアンスとかがかなり難しいなっていう風に感じました。朗読劇って割となんかそのそれぞれが培ってきたものとか自分のセンスとか思想のぶつかり合いになってしまう懸念がありそうな気がしていて、どちらかというとこう歩み寄って同じ世界観を声だけで作っていけたらいいなって私は思っているので、引き続き頑張りたいと思います。じゃあバイバイ。すごい大事だなって思うんですよ。あの一応お付き合いしてた方で2人の中に同じ空気感とかやっぱこう合う、この人合うなって思うものがあるから、全然違う花ペアだとそれがなんか説得力がないじゃないですか。なんか矢崎さんの感じを見て、あ自分うわこうしてみようとか、声のトーンとかもすごい穏やかで落ち着きがある感覚が伺えたから、私もそういう風になんだろう、そういう人物像に寄せていこうかなって思いました。なんかこういろいろ複雑な彼女の中での問題を抱えてるのをどう表現したらいいのかなって、で台本置いちゃってもうなんか塞ぎ込んじゃった方が分かりやすいのかなと思って、でこう塞ぎ込んでみたらなんかこれだけじゃ、この動きだけじゃなんかもっと感情が出てきてるからこの動きだけじゃないなと思って、でその後のセリフの中でラジオを壊されちゃったっていうのが出てくるから、自分でこうラジオ、大事なラジオを持ってなんかこうってなってた方がその後の展開がお客さんに分かりやすいのかなと思って、しゃがみ込んでラジオを抱きかかえて、そしたら涙が出てきちゃったんですけどでもそれも照明とかいろいろあるから、ここは椅子に座ってた方がいいですかとか、床の方に座っても平気ですかとかっていうのを演出家さんと話しながら、またなんかこうやって作っていくのが面白いなって思いました。そしてお願いします。桜でしたっけ、何でしたっけ。そう、桜。あ、よかった。でも、清
年も分かります。じゃあ清美の急にあ、まあ、一回も言ったことないけど、はい、でも清美だから清美さんですか。あ、ピンポンだねやったさくら清美役の井上さゆりです、はい、よろしくお願いします。褒めるわけじゃない、井上さんがでも何にも言ってないのに稽古の時に自然とほらちょっと動いたりしてたじゃない。はい、あでそれでいいなと僕は思ってそのまま取り入れさせていただいたんですけど、まあ、あれなんか決めてきてやってたわけです、いや全く決めてなかった。その場で動きたくなっちゃったから天才じゃないか。違う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 、もう本当に井上真弥みたいなことよねあもう一応分かりにくいね、北島真弥と一緒にしたかったんだけど、はい、うまく言えなかったですよね。本当白目になっちゃいます、はい、本当に。私声に自信がないというかコンプレックスだから、なんか声だけで何かを届けるってその声優をやった時もそうなんですけど、もう特殊技術だと思って、自分には才能がないって思ったんですよその時に。だからまたなんかこう違う形で声の表現っていうお仕事をいただいて、すごいありがたいなって思ったし、逆にでも社長も対談の時に言ってましたけど、自分に特技、これ自分特技だ得意だって思ったらそこに甘んじてしまったりとか、なんかそれを使いがちになっちゃうから、まあ、逆にいい機会なんじゃないかなと思って、苦手なものと向き合うって、滑舌の面とかやっぱ自分こういうの苦手なんだなっていうのがすごい如実に分かって、ラリルレロ、サシスセソ、あとカタカナが苦手っていうのが分かりました。慣れ親しんでない言葉とかが出てくるとなんか途端に噛みやすくなっちゃうから、家でプラネタリウムとか何回も練習しました。プラネタリウム、プラネタリウム、ブエノスノーチェス、ブエノスノーチェス、いかないですね。それはマネージャーさんにも言われてます。声発声ボイトレしよう言われてます。ということで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。リスナーたちの星空終わりました。ありがとうございました。楽しかったです。追伸ご自愛くださいませ。